アニメ化。ヘールライダー。型式番号 RX80PR。 プレイステーション3用ゲーム。機動戦士ガンダムガイデン。サイドストーリーズ内のシナリオ。機動戦士ガンダムガイデン。ミッシングリンクが初出。時は一年戦争後期。ガンダムの登場、そしてモビルスーツの量産化に成功し、ジオン公国軍への反撃に転じていた地球連邦軍はその先を見据え、さらに強力な機体の開発を進めていた。そして開発された次世代モビルスーツ開発計画初期の機体のいくつかは、当時最高峰の技術を余すところなく取り入れたものであったが、その高すぎる性能ゆえにコストを度外視したものになっており、量産化は見送られてしまった。しかし、それらの機体に目をつけた、連邦軍レビル派の高級官僚であるグレーブは、クルストモーゼス博士が開発した、対ニュータイプ用システムであるエグザムシステムのデータを手に入れ、それを元にオーガスタ研究所で作り出した新たなシステムを搭載させ、生まれ変わらせるペールライダー計画を進めることにしたのである。その計画の中で誕生した実験機が、このペールライダーである。搭乗者は元戦災孤児であり、この計画のための被験体として、数々の強化を施されることになった少女、クロエ・クローチェ。本機はカタログスペック上では、RX78 の2ガンダムを超えると言われるジムスナイパー2をベースに、G4 計画の技術を盛り込んだものと言われており、その特徴として、脚部にはもともとあったスラスターを高出力化し、増加スラスターユニットを追加。バックパックはガンダム4、5号機と同じものになり、さらに頭部はツインアイの上にバイザーを重ねた、ヘビーガンダムのようなフェイスの上にゴーグル型デュアルセンサーが取り付けられ、ジムスナイパー2とガンダムの中間のような外見になっている。そして、特筆すべきはペールライダーに搭載された、ハイパーアニモシティディテクトエスティメートシステム、通称ハデスと呼ばれるインターフェースシステムの存在で、これはニュータイプの脳波や戦場の敵意などを感知して、それに伴い機体のリミッターの解除を強制的に行い、機体の反応速度を最大限に引き上げるシステムで、さらに次に対応する最適解を計算し、その通りの行動をパイロットが取れない場合は、もういい、俺が操縦すると言わんばかりに機体制御を奪い取り、パイロットの身体的負担を無視した戦闘を勝手に繰り広げる、オートバトルモードといった代物になっている。しかもシステムが出した最適解に反応できるパイロットとなると、ニュータイプでもなければまず不可能であるため、パイロットには無用な思考を鈍らせて機体に追従するためだけの、身体的な処置が施されており、システムの一部になることが前提にされている。そこまでするのであれば、最初から自動操縦の無人機にすればいいのでは、と思われるが、これはおそらく後の無人機を作ろうとしていた研究機関の苦労の通り、そう簡単に作れるものではなかったため、システムの完成のための人間が必要だったのだと思われる。ニュータイプや殺意を感知した時にリミッターを外して性能を大幅に引き出し、ニュータイプ並みの反応ができるシステムという点では、元となったエグザムシステムと似ているが、エグザムシステムは暴走はありつつも、基本はシステムと相性が良く、技量の高いパイロットが扱わなければならず、やろうと思えば抵抗し、その行動を制御できるシステムであることに対し、ハデスシステムは抵抗はできず、パイロットを敵を倒すための性能を引き出す生贄にする形になるため、名前通りの死を運ぶシステムといったところだろうか。ちなみにハデス発動時は機体各部の排気口が強制排熱により灼熱化し、機体各部のセンサーも赤く発光するなど、エグザムシステム発動時のようにまがまがしい雰囲気をまとった状態になるため、こんな機体が超高速で襲ってこようものならば、対峙した者にとってのプレッシャーも半端ではなさそうである。武装に関しては頭部側面にバルカン砲が2門、サイドアーマーにビームサーベルが2本、両腕部にガンダム4、5号機と同じビームガンがある。さらにペールライダーには陸戦重装仕様と空間戦仕様があり、陸戦重装仕様では背部に砲身が折りたたみ式に改造された、
輝き打ちでおなじみの 180mm キャノン、脚部に使用後は排除が可能な3連ミサイルポッド、その他後期型のジムが持つものと同じタイプの 90mm ブルパップマシンガン、ジムストライカーのスパイクシールドを装備した仕様で、空間戦仕様ではガンダム5号機のジャイアントガトリングガンや、ガンダム4、5号機共通の、ハイパービームライフルとシールドを装備し、ハイブバックパックにはプロペラントタンクとスラスター、両肩にショルダーユニットを追加している仕様であるなど、ペールライダーは最新鋭の技術の結晶でもあるため、その装備の対応範囲も飛び抜けたものになっている。以上がペールライダーの性能と武装になるが、劇中ではグレーブの野心のために使われ、彼の施設部隊であったが用済みとなったスレイブレイス隊を葬るために、ジャブローで同隊がジオン公国軍のマルコシアス隊と交戦中に乱入し、両隊に容赦なく襲いかかり、その圧倒的な力を見せつけた。初登場シーンでは全身を覆うマントを脱ぎ捨てるわけだが、その時のラスボス感は半端ではない。その後アバオア空にてマルコシアス隊を襲撃。ジオン公国軍でもエース揃いの部隊と言われていた。同隊に対しペールライダー無双を発揮するが、最後は隊員たちが命を捨てて繋いだ決死の連携攻撃により無力化され、搭乗者のクロエの保護と共に捕獲されることになったのであった。そして、ペールライダーはその後10年の眠りにつくことになる。ちなみに漫画版では捕獲された後、ゲルググ系のパーツで回収を加えられたペールライダー VG となり、マルコシアス隊隊長であったヴィンセント・グライスナーが乗り込んで、ペールライダー・デュラハンと激戦を繰り広げている。ペールライダーの名は戦術の通りヨハネの黙示録の4騎士のうちの一つであるわけだが、ペールライダー計画でも残りの3騎士が由来と思われる。ホワイトライダー、レッドライダー、ブラックライダーという名の機体が作られている。そしてホワイトライダーは漫画版機動戦士ガンダムガイデンミッシングリンクにて複合型特殊兵装シェキナーの実験運用で使われたと伝えられており、レッドライダーは漫画機動戦士ガンダムアグレッサーにて教育型コンピューターアレスを搭載した主役機として登場し、その運用データはペールライダー開発につなげられたなど、その存在がゲーム以外の媒体で語られている。しかし、残りのブラックライダーに関しては名前以外はまだ明らかになっていないようだ。ホワイトとレッドのように、今後のガンダム作品で触れられることもあるのかもしれない。その他、ゲーム、機動戦士ガンダム、バトルオペレーションでは、ペールライダー軽装備仕様が登場しており、そちらは陸戦重装仕様と同じ 90mm マシンガンとスパイクシールドに加え、陸戦型ガンダムのビームライフルとジム界のハイパーバズーカを装備している。今回の解説はこれで終了となります。ご意見、感想等、コメントをお待ちしております。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、次回にまたお会いしましょう。